現地時間11月4日に開催されたプレミアリーグ第11節で、冨安健宏が所属するアーセナルは入荷すると敵地で対戦。0対1で敗れ、ついにリーグ戦初黒星を喫した。この一戦で議論を呼んでいるのが64分の失点シーンだ。動画、異例のトリプルチェック。 自称が複雑に入り組んだゴールシーンゴールラインギリギリでボールを拾ったジョー・ウィロックのクロスに対し、GK ・ダビド・ラジャが必死に手を伸ばすが、届かず。ファーに流れたところで、DF ・ガブリエウ・マガリャンイスがジョエリントンが競った後、アンソニー・ゴードンに押し込まれた。ただ、ウィロックのプレーがラインを割っていなかったか、ガブリエウに対するジョエリントンのファウルはなかったか。 ボードンの位置がオフサイドではなかったか、同時に3つの事象が VAR のチェック対象に。長い時間をかけて検証が行われた上で、スコアボードに位置が刻まれた。それでもミケル・アルテタ監督は、ノーゴールを確信しているようで、審判団を通列に避難。A 氏、イブニングスタンダードによれば、試合後の会見でこうぶちまけた。結果について話す必要があるのは、 一体全体どうしたらゴールが成立するのか話す必要があるからだ。信じられない。クラブを擁護し、助けを求めなければならない。多くの理由から、これはゴールではない。あまりに大きな問題がある。我々はこのレベルで戦うために多くの努力をしてきた。私たちが目にしたものは、全くもってはずべきものだ。スペイン人指揮官はさらに、恥ずかしく思う。 私はこの国に20年以上いるが、世界最高のリーグと言われるレベルには到底及ばない、と球団。母国や日本と比較し、審判の能力を槍玉に挙げた。単純な話だ。ゴールではない。日本、中国、スペインのフットボール界では許されない出来事だが、ここでは、そういうことが起こるんだ。怒りはどうにも収まりそうにない。厚生黒丸サッカーダイジェストウェブ編集部。